シリーズ完結エウレカ公共紙幣エウレカ7ハイエボリューション劇場公開記念特番。この番組ではエウレカ最後の旅を描いたシリーズ完結作公開に向けてエウレカ7シリーズの振り返りをご覧いただきます。2005年アニメ史に残る名作テレビアニメ公共紙幣エウレカ7が誕生した。地球の表面に突如現れた情報生命体スカブコーラル。スカブコーラルは人類との共存のため人型コーラリアンの少女エウレカを作り出す。反政府組織月光ステイトのメンバーとして活動していたエウレカは14歳の少年レントンと出会う。俺は君が好きなんだ。この出会いをきっかけにエウレカの心に変化が生じていく。レントンじゃなくちゃダメなの、私はレントンが。苦難の中で二人の間には絆が生まれる。やがて人類の運命を託された二人は愛の力によってこの世界を救うのだった。約束しただろ、俺は絶対君を守るって。二人が出会い恋に落ち成長していく。ボーイミーツガールの物語は日本中に熱狂を巻き起こしアニメ史に残る傑作となった。その後2009年には公共紙幣エウレカ7ポケットが虹でいっぱいが劇場公開され、2012年にはエウレカ7 AO が放送された。そして2017年ゼロから始まるレントンとエウレカの新たな物語ハイエボリューションシリーズが幕を開けた。この物語はエウレカがレントンと再会するための魂の奇跡である。さらに全ての始まりとなったサマーオブラブが初の映像化。時代とともに進化するエウレカ7は大いなるエボリューションを経て誰も知らない未来へと向かう。私は決めたんだから、あの人を生き返らせるためなら何だってやる。レントンを生き返らせるためなら私は悪魔になってなってやるわ。エウレカは失われたレントンと再会するため自らスカブコーラルを生み出しレントン再生のための仮想世界を作り上げるのだが、何度やり直してもレントンは死の運命に襲われてしまう。やがてエウレカが作った仮想世界の残骸は絶望の存在エウレカ7として地球を破滅へと導いていた。エウレカ7を倒すために結成された国連の組織アシッド、その一員である14歳の少女石井風花アネモネ。私の勘です。幼い頃エウレカ7との戦いで父を失ったアネモネは、父に最後の別れを言えなかったことに後悔を感じていた。人類の滅亡をかけた戦いに挑むアシッドは物理的に接触できないエウレカ7に対し意識を内部に伝送する通称ダイブでの攻撃を試みる。エウレカ7内の仮想世界に侵入したアネモネは黒いロボットに乗ったアバターにシンクロする。そこで出会ったのはドミニクと名乗る青年と、行こうアネモネ、あいつを倒すんだ。ニルバーシュに乗ったエウレカであった。こんなレントン、レントン、レントン。アネモネの仮想世界での攻撃によりエウレカ7の一部が消滅する。あんたエウレカって言うでしょ、あんたのせいなんでしょ全て。レントンを生き返らせたいエウレカと人類の滅亡を止めたいアネモネはその後も戦闘を繰り返す。どうして夢を見ちゃいけないの、もう少しだったのに。仕返ししてやる、仕返ししてやる。
何が起こっている？悪化していく状況の中、あと一度しか世界を想像できなくなったエウレカはアネモネにある提案をする。もしこのままこの世界を作らせてくれるなら、この人がここで死なない世界にしてあげる。しかしアネモネはそれを退ける。ここには未来がない。お父さんたちが命に代えてまで守ろうとした未来が。お願いドミニク、協力して。私、やらなきゃいけないことがあるの。決死の覚悟で攻撃したアネモネは、自らエウレカセブンの仮想世界の中へ飛び込むのだった。追い詰められたエウレカは、アネモネに自分を殺してほしいと頼み込む。私を楽にして。レントンが、あの人がいない世界で、私は生きていたくない。あの人が生き返らないなら、世界なんてなくなってしまえばいい。世界がなくならないんだったら、私がなくなれば。断る。私はね、あなたを死なせないためにここに来たの。あなたを死なせないために。私はあなたのそばにいてあげる。そう言ってアネモネはエウレカを悲しみの淵から引きずり出す。多分私だけじゃ開かない。エウレカの力がないときっと。アネモネの力を借り、囚われていた仮想世界からエウレカはついに解放される。長い悪夢はようやく終わりを迎え、エウレカはレントン不在の世界で生きることを決意するのだった。夢を見たの。何度も何度も。夢の中では何度もあの人に会えたの。もう何が夢で何が現実なのかも分からなくなってきたわ。もう夢なんて見なくていいんだよ、これからは。こうして創造主を失ったエウレカセブンは消滅し、仮想世界に生きていた人々がこちらの世界へと姿を現す。そこに突如ニルヴァーシュが現れる。呼んでる？誰かが私を呼んでるの？誰が私のことを？どこで？誰が？私を？待っててね、エウレカ。2021年11月26日、完全新作で描かれるシリーズ完結作エウレカ交響詩編エウレカ7ハイエボリューションが全国公開。アネモネに助け出され、彼女の下で贖罪の10年を過ごしたエウレカ。一つの地球に二つの人類が共存する世界を舞台に、新たなエウレカを守るエウレカの最後の旅が始まる。